ジョン・ピーター・リチャードソンは、アメリカ合衆国の政治家。民主党に所属し、1840年から1842年まで、第59代サウスカロライナ州知事を務めた。1801年4月14日、リチャードソンは、サウスカロライナ州クラレンドン郡の、ヒッコリーヒル農園において誕生した。リチャードソンは、ウィリントンのモーゼス・オデル学園で教育を受け、 1819年にサウスカロライナ大学を卒業した。リチャードソンは大学卒業後に弁護士として認可を受け弁護士業を開業した。1825年、リチャードソンはサウスカロライナ衆会議員に選出された。リチャードソンは1830年代初頭の連邦法無効危機に際して連邦制の維持を支持した。1834年、 リチャードソンはサウスカロライナ州上院議員に選任された。1836年、サウスカロライナ州第8選挙区選出の連邦会議員、リチャード・アーバイン・マニングの休止により、リチャードソンが公認の連邦会議員として選出された。1837年、リチャードソンは選挙区を第8選挙区に倶りえし、連邦会議員に 民主党から再選した。1830年代末、サウスカロライナ州の政治指導者間では、連邦政府を掌握し、公立関税をかけるホイッグ党の展望について疑念を深めていた。そして彼ら指導者たちは、州内での党派を超えた融和を推し進めることが、唯一の有効な選択肢であると考えた。指導者たちは民主党を中心として、 ホイッグ党への対立候補を擁立することを起とした。そしてジョン・カル・フーン、ロバート・レッド、フランク・リミエル・モアラが中心となり、州内の連邦主義者や連邦離脱論者を結束させる努力を行った。1840年、党派を一つにまとめるための方策として、リチャードソンを州知事に選出する案が提起された。だが極端な連邦離脱論者は、 連邦主義者たるリチャードソンの州知事選出を拒否した。またジェームズ・ヘンリー・ハモンドはリチャードソンに反対するため州知事に名乗りを上げた。サウスカロライナ州議会は州内での内紛を集結させるためカルフーンの意見を支持しリチャードソンを州知事として選出した。リチャードソンは州知事として新たな銀行業務規則の導入を試みたが サウスカロライナ銀行の反対を受けた。サウスカロライナ銀行はまた、連邦政府による1842年関税法にも反対した。リチャードソンはまた、州民兵の教育と訓練の必要性を重視し、チャールストンに軍事学校の設立を促した。リチャードソンは1842年に州知事を退任した後も、州の政治に積極的に関与した。 リチャードソンは1850年の州憲法制定会議に参加し、1860年には州の連邦離脱法令に署名を行った。1864年1月24日、リチャードソンはサウスカロライナ州フルトンにおいて死去した。リチャードソンの遺体はヒッコリーヒル農場のリチャードソン墓地に埋葬された。ありがとうございます。